東洋神社は、愛知県名古屋市昭和区五基礎に鎮座する神社。明治時代になって、旧尾張藩市の誓願によって、名古屋東照宮に行使されていた、徳川義直と徳川義勝を祀るための神社として、名古屋開府300年記念事業に合わせて、旧藩市による大恩会が結成され、1910年に創建。1922年6月30日に県社に、 列世られた後、大正13年10月28日に遷座された。神社の資料では、別格官兵舎に昇格の内地があったものの、太平洋戦争の勃発があったため昇格は、叶わなかったとしている。当初作られた社殿は、神明作りであったが1945年の名古屋大空襲により消失し、現在の社殿は1970年に再建された、ものである。 1949年に天寺総御神を主祭神として講し、また、1973年には徳川家本邸の坂江を稲荷神社を、1976年には大宮神社の拙者である、江彦神社の分礼を受けて、拙者として祀っている。なお、江彦神社の社殿は、平方市にある山田神社から贈られたもので、もともとは約200年前に、 カスガ大社の本殿として使われていたものであるという。拙者増し者ご基礎西城は、現在、神社がある付近にあった平山城である。飛行差10メートルの丘に建てられた。現在の社地は、柿津玄関に、佐久間美まさか守が築いた、ご基礎西城の跡地と伝わる。なお、創建当時は、空堀と土塁の一部が残っていたというが、2009年現在では、 周辺の開発も進んでおり、痕跡を確認できない。神社の西側から北側にかけて、石垣があるがこれは近年の神社整備によって作られたもの。本殿の背後にわずかに残る崖状の地形が、城があった、当時の様相を伝えるのみである。佐久間盛次の代になると、織田信長に仕えた。この佐久間盛政は、柴田勝家のおいであったので、 天正11年の静ヶ岳の戦いでは、勝家の軍勢に属した。この戦いで森政は討ち死にし、敗状になった。ありがとうございます。